ウェブグップは画像処理と計算処理のアクセラレーションのための将来のウェブ標準及び JavaScript API のためのワーキングネームである。モダンな 3D 画像処理と計算機能を提供することを目的としている。Apple、Modzilla、Microsoft、Google を含む様々な組織のエンジニアが協力して W3C の GPU for the Web コミュニティグループで開発されている。 ウェブグルとは違い、ウェブグプは既存のネイティブ API を直接ポートするものではない。バルカン、メタル、ダイレクト 3D12 にある概念をベースにしており、これらのモダンなグラフィック API 上で高性能を提供することを目指している。2017年初頭、クロミウムチームは NXT と呼ばれる最初のコンセプトのプロトタイプを発表した。2016年6月8日、 Google はウェブグルワーキンググループの2年ごとにオフラインで行われるミーティングでエクスプリシットウェブグラフィックス API というタイトルのプレゼンテーションを行った。プレゼンテーションは最終的にはウェブグルを置き換える新しい API の基本的な概念と原則について検討するものであった。2017年1月24日、クロノスはウェブグルネクストの概念について 議論を行うために IP フリーのミーティングを主催し、バンクーバーで開催された w e b グルーワーキンググループのミーティングと共催した。Google チームはオープン g l を使用したクロミウム上、またはオープン g l とメタルを使用したスタンドアローンで実行可能な新しい API を実装する NXT のプロトタイプを披露した。NXT はバルカンダイレクト 3D12、 メタルのネイティブ API のすべてから概念を取り入れていた。アップルとモジラの代表もそれぞれサファリとサーボ上に構築したプロトタイプを紹介した。これらはメタル API の複製したものに近かった。2017年2月7日、アップルの WebKit チームは API を設計するための W3C のコミュニティグループの設立を提案した。同時に、 技術的なプルーフオブコンセプトとアップルのメタルをベースとした w e b グループという名称の提案を発表した w e b グループという名称は後にコミュニティグループによりアップルの最初の提案に加えて将来の標準の歌唱としても採用されたアップルによる最初の提案はさらなる混同を避けるために Web メタルに改名された W3C の GPU for the web ュニティグループは2017年2月16日に設立された。この時点で Apple、Google、m o d z l a のすべてがこの領域で実験を行っていたが、Apple の提案だけが公式に g プ o p Web Proposals リポジトリに提出された。その直後の2017年3月21日、m o d z l a は Chronos リポジトリ内でバルカンの設計をベースにした。 ウェブグルネクスト向けの提案を提出した。2018年6月1日、クロスブラウザの標準化の取り組みの中で、Google の Chrome チームは、最も高レベルな問題の解決について触れ、将来の w e b グループ標準を実装を開始する意向を発表した。w e b グループは、スピル V へ簡単に翻訳可能な WGSL と呼ばれる独自のシェーディング言語を使用している。この選択は、 アップルによるテクスチュアルウェブメタル、アップルサファリによるテクスチュアルウェブヘルセル、WSL、モジラによるバイナリスピル V という3つの提案の妥協案である。Chrome と Firefox は共にスピル V を使用した WebGoop をサポートしており、WGSL フロントエンドのための作業が進行中である。サファリは WSL を使用した WebGoop をサポートしている。 ありがとうございます。